はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。今回はですね、先日ゲットいたしましたルーク・ブルームバースデーのパーソナルストーリー、あともろもろを見ていこうかなと思います。いや、1日に初日にね、お迎えしたルーク・ブルームバースデーではあるんですけれども、もう5日です結構時間かかっちゃったね、見るまでに。ごめんなさい、時間空いちゃって、まあ、いろいろね、マブとかマブとかマブとかあったもんで、まあ、とりあえず満を持して、見ていこうかなと思います。ちょうどね、私今日ルーク生誕祭を行いましたので、なんかね、ちょっとねお祝いする気持ちがすごく、わお、じゃあジャミルバイパークごめんなさい、ジャミルバイパークに気を取られちゃったんですけれども、まずはルークのモーション見ようかなと思ってます。ゲストルームのほうきのやつ、この物置部屋どうしてくれるすごい物置部屋なのよ。はい、とりあえずね、招待を、ルーク・ブルームバースデーを招待するところから始めていこうかなと思います。おいでませルークごめんね、こんな物置みたいな部屋で。だからとりあえずね、この雑多なね、ゲストルームを変えていきましょう。どれかな、なんか保存してた気がするんですよね。いや違うわどれかほうきだけの部屋にしてた気がするんだよな。あ、違うわどれも中途半端にごちゃついてますわどれだったっけな、保存してなかったかな。ゲストルーム3がごちゃついてますわ。もうこれなら保存しなくてよくない、なんか全部同じような感じなんですけどね。え、まあ、ということで、ほうき置いていきましょうかね。結構ね、ほうきが、今4本ぐらいか、今回ルークも合わせて4本ぐらいね、あった気がするんですよね。ジャミルバイパークのトーカーね。ということで、どれがあなたのほうきでしょうか、ゲームをやっていこうかなと思います。なんなら何かしらのバグでジャミルバイパークのほうきにハッピーバースデーされたっていいんですけれどもね。でも光ってないからダメか。まあとりあえずね、ジャミルバイパークのあの時みたいなね、期間が終わっていたというその、もう地獄のような日々を迎えた私には、おお、早速来るのか。うわぁ、ジャミルバイパークのとこに。ごめんね、そのジャミルバイパークのほうきは、ハッピーバースデーしてくれないんだで、ちょっとね、なんで遠ざかってマブおっとっと、井戸端会議はしない。あ、マブとマブ、かわいいけど、お、近づいてきたか、近づいてこない。あ、はい、まだ見ぬ美を探したい。ジャミルバイパーくん、どうかな。ジャミルバイパーくんという美がそこに。すごい美を探してるじゃない、ルークハントね。ごめんね、ゲストルームに今ジャミルバイパーくんいないんだ。ごめんね、すごい美なんだけど。個人的見解、すごくB のB の化身と思われるジャミルバイパーくんはちょっといないんだけど、でもね、 H もすごい美だよ、可愛いよね。なんだかんだ言ってね、エースもすごい顔整ってますよね。私すごい好きですよ。でも全然来てくれないんですけれども、ルークハントがさ、もうやっぱダメなんか、家具置かないとね、ルークハントねなんかこれ毎回してる気がする。結局どれがあなたのほうきでしょうかゲーム、結局どうにもならなくて家具置いてる気がする家具置きますもうね、やっぱりこうなるのよね。でもいつかさ、後半になってくるとブルームバースデーのほうき、これさ、いっぱいになるじゃないですか、だんだんね、買ってくとね家具置かなくてもいいぐらいのね、後半量になったら、後半のキャラになったらちゃんとゲームとして成立する気がします。もうこんなもんでいいかねとりあえず SSR のね、家具とかをなんかいろいろ、お、え、これいいんじゃない、だって見て、ルークしかいない、このエリアにグリムとエースがあの閉ざされた一角に二人がかわいそうに、私のせいじゃないよ、本当に私のせいじゃないからね。あ、ルーク、ルーク、もうちょっと下ってね、ルーク、ルーク、違う、そっちは違う、違う、あー、座るあ、座る、青、肩もみタイムかグリタン、グリタン肩もみしてくれるの、かわいい
めちゃくちゃいい位置じゃない。うちのゲストルームたびたび肩もみタイム始まるのよね。前回もそうだったんですけどもね、ルーク半島。なんで座るのね、君なんで座るの、なんでそんなに疲れてるの。私確かにね、確かに疲れてるかとは思うんですけれどもね、座る。めちゃくちゃ座る、ルークハンド。おっと、肩もみタイムではない。あ、そろそろ移動が始まって、おい、始まる。あ、これは来るんじゃない。あ、やったー、かわいい、よかった。割と早めに、まあ、家具をな、編集する時間めっちゃかかったけども、結構早めにはね、あの家具を、編集してからは、あの早かった気がします。ということで、満を持してパーソナルストーリーの方、見ていこうかなと思います。はい、ということで、おはマスターシェフも2話見なきゃ。ハッピーバースデーの、1話の方を見ていこうかなと思いますんで、すごいんですけど、毎回思うけど、ポムのさ、談話室、ハッピーバースデーバージョン、本当にすごいよね。はい、おじたんだよ。おめでとう、ルークハント。ねえ、それこそが最大のプレゼントと言っても過言ではないよね。プレゼンターがおじたん。ねえ、いつも追っかけてるもんね、見てるもんね、観察してるもんね、おじたん。をね、今日もめちゃくちゃ観察していいと思うよ。うわー、おめでとうだって。おめ、その言葉が最大級のプレゼント。ありがとうございます。私もありがとうございます。やはりロアドゥレオンが、いや、ちょっと待ってくれよ、この二人エッチすぎるぞ。いや、本当にそう、上級生も好きなのよ。私も確かジャミルバイパー君最推しなんですけれどもね、3年好きなのよ。はい、質問ですね。飛行術は得意ですか、不得意ですか。はい、中の上ぐらいということですね。なんか6章見る限り得意そうですけれどもね。だって長距離ね、飛行術で頑張ったもんね。うん、あ、意外に、それ以外のなんか、飛行術の授業ってなんかあるんですかね。なんかアクロバティックな言えてないアクロバティックに、する授業とかもあるんですかね。うん、あ、すごいね、勉強熱心だね。確かにハントするにはすごく大事な。確かにね、さすがのハントでも難しいか。ちゃんと練習はする子です。ほんと好き、ルークハント、そういうとこすごい好き。そうなの、落ちかけたの、やだ、ちょっと受け止めてあげたい。フロイドの時も同じこと言ってた気がする。でも私はあなたのことを受け止めてあげたい。いや、そんなね、もうおじたんで、狙われる気満々だから。もう狙われてる自覚あるから、おじたんは。いや、つくづくルークハントの言い回しってね、わー、ちょっと待って、そうやってさ、なんかそんな表情で言ってくれるなんて、もうありがとう、おじたんね。うん、あ、そうなんだ。すごい、ルークハントらしいね。授業態度も観察するの。そうだよね。でもそこがね、ルークハントのね、チャームポイントだから。見られたい。むしろ見られたい。あ、誰かな、誰のこと言ってくれるんだろう。うん、あ、そっか、別にキャラのことは言わないんだ。クソ、モブか。モブ寮生も好きだけど、できればツイステのキャラのなんか掘り下げてほしかったな。そうだよね、いろんな子がいるよね。でも私はルークハントを四六時中観察してたいんだけどな。できれば観察しているあなたのことを観察したい、私は。いや、ほんとね、可愛いんだもんね。もうほんと全然ね、嫌味が通じないの、ルークハントって。しかも質問ね、次の質問が行くっていうのをね、あ、ちゃんと分かって、はい、終わりました。促してくれるルークハントも好きです。はい、ということで、石嬉しい。今月石めちゃくちゃ足りなくなると思うから、石嬉しい。はい、ということで、ハッピーバースデーの2話、また多分授業系の質問ですね。
どっちの質問で来るのでしょうか。はい、得意な授業は何ですかということで、わーわーすごい勉強熱心。あ、はい、美術が一番得意なようです。あ、そうですか。そういえば同じサイエンス部のトレイクローバーもなんか美術に関してはね、なんかすごいイマジネーションを高めたいということで、なんと美術館に行ってるってもね言ってましたから、やっぱ美術っていうのがね肝になってくるんですよね、魔法使うにあたって。うん、おっと、あ、もう終わるの。あ、わ、次の質問になっちゃった。驚い、あ、ちょっと。びっくりしてる。あ、お気遣いメルシー。なあね、ちょっとかわいいじゃん、ちょっとね。あ、そうね、あなたと語らう時間もね、そうだよね、おじたんともっと語りたいよね。うわ、そう。特に得意としてやだ、ちょっとね、自分から質問提示してくれるの。もうすごい、好き、こういうルークハントもやっぱ喋りたいよね、おじたんとね、いっぱい喋りたいよね。嫌がってる。おじたん逆に嫌がってる。何この質問、超好き。そう、質問は何でもいいのよ。もうね、ルークハントはおじたんと話したいの。あー、しかも優しいね、えレオナキングスカラーがね、もう許してるの、かわいい。はい、ルークハントが得意としているもの、それは写実だそうです。え、ちょっと今書いてくれます、おじたんのこと。あ、リンゴか。うーん、素敵ですね。確かにポムフィオールといえばリンゴですからね。あ、美しさをよく捉えている。うわ、うーん、そうなんだ。ちょっと今度見せてほしい。いや、でも得意そうですからね、ルークハント絵がね。うん、そうですね、もう観察のしがいがね、たまものっていうわけだよな。まあね、ちょっとね、次の質問に行って、ちょっともはや静止しないっていうね。もう話を続けるって今。もうね、ルークハント、そういうとこ、もう好き、すごく。うん。そうだよね。同じこと言ってるわ。ルークハントとリンクした。ちょっと待って、怖ー。好き。こういうとこ好き。こういうとこめっちゃ好きね、ちょっとね。1.3 センチも伸びたのね。じゃあ今私が見ているこのレオナキングスカラーは、前見たキングスカラーと全然違う。終わった。はい、ハッピーバースデー、石嬉しい。ハッピーバースデーの、2話が終わりまして、次はハッピーバースデーの3話、グルービーが来ます。っていうか、ちょっと待って。今のレオナキングスから、髪が 1.3 センチ伸びてますね。見て、これ本当に伸びてるのかしらね。はい、質問ですね。休日の過ごし方ということで、歓喜、あ、そうだね、感激、映画、ドラマ、ルークらしいですね。あ、ドラマ見たんだ。へえ、もう100回も見てるんだ。もうセリフ覚えるだろ、そこまで見たら。いや、ネージュとか映ってたのかな、ね。ネージュとビルをね、追ってるから、でも、ネージュ最推しだけれども、ルークハントって、でも、他にもやっぱりいろんな好きな俳優さんとかがいるんですかね。いっぱい追ってるのかな。そうだね。あ、ネージュのこと言ってんのかな。私の目の奥は熱くなる。そうだね。毎回新鮮な感動が込み上げてくる。もうなんかルーク映画評論家になった方がいいんじゃないかな、将来ね。心を揺さぶられる経験は。そうだよね。わあ、笑顔すごい可愛い。俺には、あ、そうか、あんまり感激とか見ないのかな。作り物の芝居ばかり。あ、そうなんだ。あんまり見ない子なんだ。そういうのも好き。あ、そうなんだ。えぺぺ。あ、そうなんだ。その100回見たやつ。うわ、うわ、朝から晩まで、朝から晩までエペルと一緒に鑑賞したの。うわー、すごい。絶大げっそりしてるじゃん。かわいそうに。えぺぺ、かわいそうに。絶対それです。絶対。かわいそうに、エペペ。もしかしてレオナ君も興味を持ってくれない。ちょっと待って、わ、ちょっと待って、ロックオンされてる、おじたんがロックオンされてるよ。次の鑑賞会はもしかしてレオナキングスカラーと。
いやちょっとうわねえちょっとね、今度ルークと一緒に鑑賞かねもうほら見てねえちょっとすごいね、予約の取り方っていうかさ約束の取り方秀逸なんですけれどもねえちゃんと、ね、日時を指定するところがね、あなた本当にデートの才能あるよねえ本当に好き、ルークハントこうやってみんなと一緒に鑑賞会してるのすごい好きねえ、どんどん拍子ハンおじたんからのプレゼント無駄に生命力いやでも本当にちょっと意外だけれどもすごくルークに合ってる花束でしたよね。ねえ色味とかもすごいあのね合ってた、うん、楽しそうね、そうその楽しそうなね感じがルークハントの見せびらかしてこいよ、見せびらかしてこいよもう本当にもう言葉の使い方おじいたん好き、おーっとっとっと来るか、あーそろそろグルービーだ、いやーちょっと待って、いやーちょっと昼か夜か問題もあるからちょっとね、ルークハントどっちなのかしら、ルークハントね、そろいやちょっと待って、夕暮れ新しい、いやかわいい、ちょっと笑顔だったね、ルークハント今すごい笑顔なった、いやちょっと待って、グルービーしようもう一回ちょっとグルービー見たいか、グルービーしようね、すごいよかった、いやほんともうめちゃくちゃこのためにもキャンディー集めてきましたって感じあとグルービーのセリフも聞きたいですしね、気になりますしね、おめでとう、ハッピーバースデー、ルークハント好きね、いやー好き、もうそういう言葉のチョイス好き、は見てあっていうかちょっと待って、ホームタップから見ればよかった最後にこれすればよかった順番間違ったグルービーで終わろうかと思って、もうすごいグルービー見たすぎ問題で先にグルービーしちゃったホームボイス忘れてましたちょっとまた戻ってくるからね、ルークハントごめんね、ちょっとグルービーは一旦置いといて、ホームボイス見ていこうかなと思います、そうだそうだったよごめんねこんな監督生でごめんね、ルークハント、いやだって絶対さ、絶対ホームボイスもタップボイスもいいじゃん、ルークハント絶対このブルームバーズでねえ、とりあえず背景も、ルークの部屋夜に、もらいましたので、どれだ？どれだ？もうね、スマホ老眼すぎてわからんのよね。どれが誰の部屋なのかわかん、はい、こちらが、まず、両親。今さ、6章で、初めて両親の話してましたけれども、すごい気になりますよね。いつかイベントでね、その、掘り下げていただければなって思いますが、そうなんだ、さすがサイエンス部、いやトレクロからもらったのかな、キャワイイ、あマブだ、珍しい、あすごい、おめでとうだって、わあすごい、デュークンっぽいね、いやデュークンとルークはおっと、わかるの、その見ただけでわかるの、ねえいやーそんな無粋なことしたっていいんだよ、ちょっとルークハントね、わかるこのもう本当は、そうだね、確かにドライフラワーにしてもいいかもね、プリザーブドフラワー、違いがあるのかな、プリザーブドフラワーとドライフラワーって分からんけど、でもねすごく合ってたからいいと思うよ、ねえお部屋に飾ってほしいね、見てこれさっきも見たけど、ねえすぐ分かるの、すぐ観察しちゃうの、ルークハントってもうね、そういうとこ本当に好きね、この目が私好きなの、ルークハントのね全てを見透かされてるようなこの目が私大好きですはい、ということでグルービーに舞い戻ってまいりましたね、ちょっとルークハント見てね、あなた飛行術さ、中の上じゃなくて絶対上の上でしょ手放しぞこれね、宝庫もう少ししたら絶対弓矢引けると思うよこの状態ですごい伸びしろしかない、ルークハントね、笑顔、ルークハントすごい好き、ルークハント
本当に君は笑顔が似合うね。本当ボーテ100点だよ。ということで、ルークのいろいろなことを見ていきましたが、本当に良かったです。もう、また次回は、セベッカな、イデアかな回していきたいと思います。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。